2022年の6月6日やってきました。高千穂を例でございます。これが坂本龍馬お龍さんが結婚記念に登ってきた山です。でこれを指したというのは、これです。で3本の釣り、あれがからくり岳、4年前に登りましたね。4年前、それとこれを使ってみますと、今登って聞いたゴルフ場があるんですよね。で高千穂神社っていうのから登ってきましたね。でこれがそれは防空壕もあります。火山ですからね。それからこの三池っていう池があって、その向こうにゴルフ場、明日そこのゴルフ場に行きます。それでこう行ってもちょっと隙間で見えますね。錦江湾って言うんですね、そこね。錦江湾、桜島がちょっと雲の隠れから出てますね。噴火はしてない模様ですね。そこが、それで、ここが加工、これ加工。そういう感じです。向こうが福岡の方面、ずっとね、です。宮崎方面です。昨日、おとといですね、徳島行ってきて、帰り、猿ちゃんのところでお世話になって登ってきました。それではよろしく。